秋月は秋月だい。どうも秋月でーす。今日はコーラにラムネを入れるやつやってみたいと思います。メントスじゃないメントスコーラ始めようとしてる秋月、それはやめとけ。もうありきたりすぎて誰も笑わん。ドキドキするな視聴者さんは別にドキドキしてないんや。もうありきたりすぎるんや、お前、それ。もうやり慣れてるってか、見慣れとる光景ないんよ、YouTube。今の YouTube じゃ。そりゃそうなるよ、お前。もう結構何番煎じってぐらいやりとる人おるんよ、それ。何年前やねん、そのメントスコーラ流行ったん、お前。あ、あれ？何も怒ってないんか、そもそも、お前。お前、段取りの悪すか、バッドアップル並みやぞ、お前。お前の頭の中も、ニコになってきたか、お前。飲むんかいわ、これ、完全に炭酸抜けてる。わお前、それ、バッドアップルからもらったコーラじゃないよ、お前。バッドアップルの段取りの悪さっていうのがさ、もう滲み出とるぞ、この炭酸抜きコーラから、お前。なんだ炭酸抜きコーラって聞いたらバキを思い出すわ、お前。おいおい、死ぬわ、あいつ。あ、このゲームのキャラクターは全然知らんけどね。そっか、これ、ちょっとだけ飲んで、蓋開けたまま置き忘れてたやつだ。あ、あははは。秋月さ、お前、バッドアップルってお前と兄弟やったりせえへん？なんか、バッドアップルと同じ匂いがするし、DNA 引きずり取ったりせえへん？うん。そんな気がしてきた。この動画はボツだな。このコーラも、どうしよう。はぁ、とりあえず調べよう。何をだよ。カタカタカタ。おっと、仕事はしてるます。アピールを始めました。秋月得意の仕事してます。アピールをし始めました。へえ、炭酸の抜けたコーラで煮物を煮作るとお肉が柔らかくなるんだ。あ、炭酸抜けたコーラをどうやって有効活用しようか調べてるんじゃ。お前偉いな。捨てたりはせんのやな、さすがに。でも、僕料理得意じゃないしな。簡単コーラに？これなら僕も作れるかな。わ、この料理動画めちゃくちゃわかりやすいな。手際も多いし、美味しそうだし。そうだ、さっきの動画と料理動画を組み合わせたらいいんじゃない？失敗したと見せかけて、実は料理のためでしたって感じで。わあ、やばい、僕天才かも。早速、お肉買ってこよう。ブエー！わあ、コーラ全部こぼれた。あれ？もしかして、秋月、お前、バッドアップルの中の人だったらせえへんかな？あー！待てよ！バッドアップルのさ、A ってアップルの A かなと思っとったら、秋月の A だったりせんだろうな、お前。バッドアップルのさ、V の体さ、アルファベットが A だったけどさ、その A ってアップルの A じゃなくて、秋月の A だったりせませんか？なんかそんな気がしてきたわ、お前の名前見てきたら。キーボードがびちゃびちゃだよ。めっちゃすごい動き方してる。だとしたら一人だけさ、ここにおらんっていう状況もちょっと納得できてしまうけどさ、バッドアップルの中の人は秋月説がちょっと出てきてるんだよな。うん？あれ？何か音がしない？何何？話し声が聞こえてくるな、なんか。なんか話し声が。うん、知ってる知ってる。なんか後ろの方から聞こえるような。でも後ろって誰もいないよね。アリちゃん。ストーカーがおるな。アリちゃんが可愛いからってストーカーしてるやつがおるな。誰だアリちゃんのことをストーカーしてるやつは。俺かな。ああ、ノエルちゃんがストーカーって男前に反応したかのような出てき方してきた。ノエルちゃん実は心霊系よりもストーカーとかメイラ系の方好きなんじゃないの君。いるわよ。何が？幽霊？ええ。そうね。ほら、あなたたちの肩に真っ赤な手が。ええー！
で、嘘じゃん、ノエル、それ2回目じゃん。ふうふうふう。ちょっとドラえもん出てきた。ノエル、お友達をからかうのはほどほどにね。あ、そういうことか。クロモニターのスピーカーから聞こえるんだ。うわー、どうしてうまくいかないんだよ。うわー、な、なに、これバッドアップルの声。あいつ配信聞き忘れてんじゃねえか。この投票システム一体どうなってんだよ。投票システム直そうとして全然うまいかん感じなんかお前。どうやらシステム回収に手間取ってるみたいだね。なんかこっそり盗み聞きしてるみたいでちょっといたたまれないかも。ミュートしてないのが悪いな。それはミュートしてないのが悪いわ。ミュートなしゲーか。ミュートしてますみたいな感じでさ、わざわざダダ漏れにしておいてさ、笑いを取りに来てるなこいつ。まあ正確だし聞いてみようじゃないか。まあ切り忘れてんのはあいつの店だし、盗み聞きってか勝手に聞こえてくるし仕方なくね。人が作ったシステムなんてどうなってるかわかんないよ。あ、自分で作ったんじゃないんだ。こっちの声は聞こえてないのか。そうみたいね。多分ヘッドホンを外して作業してるんじゃないかしら。じゃあこっちから切り忘れを教える方法はないってわけか。まあそのうち気づくっしょ。てかさ、みんなはさ、バッドアップルは何のためにこのデスゲームを開催したんだと思う？え？ああ、多分漫画とか読んでこれやってみたいとかさ思っちゃった、なんか能天気なやつなんじゃね。ね、あるじゃん、漫画の影響で何々始めてみましたみたいな、あるじゃん。でこいつはデスゲーム系の漫画見て、デスゲーム俺もやってみてって思って、やっすごい軽い気持ちで始めてみたきっかけがこれなんかもしれんと思う。ミラちゃんだってさ、なんか筋トレ系のアニメとか見て、そういう体を動かす系にハマったとか、そういうタイプじゃない？多分そういう感じだと俺は思う。やっぱドッキリ企画だって。最初処刑とか言われたのはマジ焦ったけど、逆に俺のリアクションリスナーにめっちゃ受けてたんじゃね。迫真の演技って感じで。は？いやガチリアクションだったけど。確かにまあ出だしは良かったかもだけど、その後を下りすぎてるから。これ配信されてるとしたら正直かなり心配になるんだけど。確かにコメント欄どんな感じで出とんだろうなって思うよ。視聴者さんはどんな感じの人が集まっとんかな。その配信者にはさ、いろんな視聴者ってついてくるけどさ、どんなタイプの視聴者さん集まってきとんかなって。俺がリスナーだったら低評価して即ブラウザバックだな。え、じゃあこれって今ライブ配信されてるの？確かに各部屋に監視カメラが設置してあるようだが。そうね、監視カメラで見られてる。そんなゲームの開催の理由なんて決まってるじゃない。え、ノエルちゃん何か知ってるの？わあ、これあれか、有料配信サイトを契約して視聴者さんはお金を払って、その収益がバッドアップルに入ってるってやつじゃないのか。この配信にお金かけてるやつすごい気の毒、すごい気の毒。私たち誰が生き残るか賭けの対象にされてるのよ。あ、そういうことか。わあ、そのなんなん、その怪人みたいなさ、なんか上の金持ちとか上級国民とかのさ、遊びのために生かされたおもちゃみたいな感じにされてるやつじゃん。裏社会にはびこる違法のギャンブルのね。ああ、定番な金持ちの道楽的な。え、負けたらすごい額の借金背負わされるタイプのやつ。いや、あれでしょ、敗者は首輪が爆発して死ぬってやつ、バトルロワイヤル。違うと思うけど。そうだよね、そんなわけないよ。おい、誰かもしかして後頭部触ってみてさ、縫い目とかある？そこに爆弾思考、爆弾そっから頭に埋め込まれとったりせいだろうな。みんな後頭部触ってみ、もしかしたら縫い目があるかもしれん。
まあそもそも誰も首輪なんてしてないわよね。そうだね。首元を見ない人が多いけど、ノエルもだよねそれ。ただ少なくともその設備を見るたびに、生半可なものではなく何か明確な意図を持って企画したものであることは確かだろう。この建物って何だったっけ。区民会館の跡地。区民会館の跡地、去年新館に移動してここは来月取り壊し予定だよ。あ、そんな来月取り壊し予定の建物とか使っていけるもんな。区民会館って言われると途端にしょぼく聞かれるんだよな。確かになんか地方での地方イベントみたいな、地方の営業みたいな、なんか笑い芸人みたいな感覚やな。なんか町内会の催し物。でも貸し切りってことはそれなりの手続きとかいるんだね。さすがバッドアップルだよな。来月取り壊し予定なら死体が出てもすぐには見つからないってかもしれないしね。ノエルはあくまでもそういう感じにしたいんだね。私デスゲームのってあんま詳しくないけど、頭脳的サスペンス的なやつとかパニックホラー的なやつとかあるよね。そうやな、定番で言えばそんな感じやけど、今のところさパニックしてるのはさバッドアップルだけだからな。パニックになってるのバッドアップルだけだからな。バッドアップルはどういうのを想定してるんだろう。このメンツ頭脳派が多そうだからサスペンス系だったら私きついんだけど。ああなるほど、ミラちゃんはね体鍛えてさ脳みそまで筋肉になってるタイプの、ね、やつなんだね。そのくせこんだけ胸が大きいってことは多分体の養分全部胸にいってる。ミクってもミクって呼んでしまう。ミクって呼んでしまうよな。ミラやな、ミラだったよな。ミラってば本当にデスゲームなんてするわけないよ。あーダメだー、うまくいかないよー。わー今日に でかい声出されたビビるって。まあ一番確実に言えるのは一番パニックになってるのはゲームマスターってことだな。そうだな。あーなんでいつもいつもうまくいかないんだー。あーいつもこうなんなんか。バッドアップルさん、僕はやらないといけないのに、この企画を成功させなきゃいけないのに。ねえみんな、もしみんながよければなんだけど、バッドアップルさんにちゃんと話を聞かせてもらいたいと思うんだけど、どうかな。まあかわいそうになってきたしさ、そろそろさそろそろバッドアップルの見せ場見せてほしいところやなーって。でもさっきの裁判中もゲームマスター君は聞き耳持たなかった感じだけど、そうなんだけど今の聞いてるとほっとけないというか、バッドアップルさん何か思い悩んでるみたいに思えるよ。完全にキャラが秋月と被ってきてるんだよな。まあバッドアップルには直接会って理由とか説明してもらいたいっていうのはあるよね。それはそうね。ここで待っていてもこの調子だと何時になるかわからないし。確かに、いや全員が寝れるようなベッドあるんか。全員が寝るためのベッドとか用意してくれとるんか。2日目始まりましたみたいな感じになるんじゃないだろうな。お前徹夜させる気だろうか。確かにこちらから探して会いに行った方が何かと都合いいかもしれないわね。配信切り忘れてるのかも、配信切り忘れてるのも教えてあげられるしね。ゲームマスターはこう建物の中にいると言っていたな。そんじゃあ今からバッドアップルの捜索開始。あ、その前に秋月さんの様子を見てきてもいいかな。そうしようか。秋月くんお腹の調子悪いって言ってたもんね。その秋月って子まだ会ったことないし、どんなやつなのかちょっと気になるかも。そうだね、じゃあみんなで秋月さんの部屋に行ってからバッドアップルさんを探そうね。これさどうしてもさバッドアップルイコール秋月って感じになるんですけどね。そういえば
ミニファルコン石崎さんは、ここへは心さんと一緒に来たの？一緒っていうか、なんか現地で会ったって感じなかったっけ？わからん。わからないって。ああ、そっか。ベニファルコン石崎、なんか最初の試練のところで寝てたんだよな。寝てた？そうなんだよ。あら、それって誘拐犯に眠らされて拉致されてここに連れてこられたってパターンじゃない？わ、そこまでやるのか。演出するためにそこまでやるのか、バッドアップル。そこまで手の込んだことをやろうとしてるのに、あんなすごい手恥ずかしいことをしてしまったみたいな感じのことを多々見せられてるからな。あいつ何なんだろうな。それマジな話？大丈夫なの？マジ。マジで連れ去られてきたの？ああ、そんなわけないって。ベニファルコ石崎、なんか今日たまにぼーっとしてることがあるし、ちょっと寝不足なんじゃない？それならいいんだけど、寝不足って問題かこれ。寝不足って問題か。誘われてここに来とんだったら寝不足で寝るってどうなるん？もうちょいコーヒーとか飲んで眠気覚ましてから来いやって話やけど。なんだ、びっくりした。私はアイリと一緒に来たよ。ミラもバッドアップルさんに誘われたって聞いたから待ち合わせて一緒に来たの。待って、そんなこと聞いたらなんで俺さ寝てたんやほんまに。誘われてきたんだったらなんで俺寝てたんやって話したのもんな。なんか俺だけ誘われてないのに来たみたいな感じになっとるやねん。誘われてないのに勝手に来たみたいな感じになっとるやん。でもあとアップルやけどさ、アドリブ機関係知らん人がおってもまあしょうがない、このまま入れみたいな感じで入らされとんかな。あ、だから俺もしかしてあれスマホの投票画面のところに俺のアイコンない？まさか。だから俺アイコンないの？もしかして。話繋がってきたやないか、おい。ノエルと僕もそうだね。そうね。で、ここでさ、ノエルちゃんがさ、あんたなんか知らないわよって言ったら面白かったのにな。ベニファルコ石崎と俺は館内で合流したって感じだな。みんな二人で来た？金平とシナノは？ということは金平さんとシナノさんも二人で？私は一人で来た。ああ、そういうことね。そうだな。俺、ここの奴らとは初対面だし。この二人は別に、ソロで来たって感じなんじゃ。必ずなんか、誰かと誰か、二人は知り合いみたいな、そういう感じの関係性で来たわけではないんやな。秋月は？ああ、鋭いのな、お前。あ、じゃあ、白野さんは秋月君と一緒に来たってこと？そういえば、さっき秋月さんがお金買いたいって言ってたのって教えてくれたの、白野さんだったね。まあ、知り合い。意外と知り合いだった。へえ、そうなんだ。秋月ってどんな子？そうだな。一人で空回りしてるタイプ。確かに。確かに言葉にするならそれが一番当てはまってそうな感じだな。なんか努力はしてるしさ、結構思いつきでさ、行動力もあるんやけど、それが全然うまくいってない。まさに空回りって感じやな。なんだか、ここあたりがあるな。ええ、ついさっきまで見ていた気がさえするわね。バッドアップルと重ねるな。もしかしたらって俺も思っとったけどさ、バッドアップルの中身飽きずきかって思っとったけどさ、重ねてきたわけんな、みんなも。ようやく気づいた。やばい、もしかして声とかずーっと流れっぱなしになってた？先ほどまでのは君たちを試すための演技だ。まさか配信を切り押すってなんかいないぞ。誰もいないからな。あれ、食堂誰もいないじゃん。なんで？みんなどこ？わーん！これで空回り何回目だろうな。お前のタイヤの設置してる地面だけすっごい物理法則ねじ曲がってんだよな。どうしてんだ？新品タイヤ履いてるか？ちゃんとタイヤ交換した方がいいぞ。あ、秋月くんの部屋はここだね。
秋月くん、大丈夫？しーん。あお。返事がないわね。秋月さん、僕たち今からみんなでバッドアップルさんのところに行こうと思うんだけど、裏側の調子はどう？秋月さんも一緒に行く？それともこのまま部屋で休んでる？どうなる？何の反応もない。ここにはおるん？もしかしてまず台無しゲーム初の死者？え、まさか中で死んでんの？いや、それはないっしょ。でも返事がないんだって心配だよ。そうだよ、なんでみんなそんな落ち着いてんの？まあこれ前のがさ、チャランボラン しすぎてさ。まあ多分これもさ、別になんでもないんだろうなと思い始めとるみんながおるわ。だって仮に死んでるとしたらもう手遅れだもの、そういう感じのやつ。あ、ノエルちゃん、もしかして結構事件現場とか遭遇したことある感じ？死なれてんのお前。ラン姉ちゃんか、お前ラン姉ちゃんか。さては。確かにすでに死んでるなら私たちにはどうしようも。ってそういう問題じゃないだろう。くせ、流されてるな。まさかバッドアップルに襲われたとか？あのバッドアップルさんがそんなことするとは思えないけど、しても空回りしそうだけど。秋月さん入るね。アイドン、わざわざ鍵はかけんか？あ、かかとる？開かない。え、待って、じゃあ秋月くんは中で閉じ込められてるってこと？困ったね。どっかにマスターキーか何かは。わ、でもさ、これ閉じ込められとるということはさ、意図的にさ、誰も入ってこんように鍵を閉めとるってことを考えたらさ、だとしたら秋月イコールバッドアップルの構図ができてそうな気がするよな。ここを取り壊し予定って言ってたよね？うん、そうだけど。ぶっ壊してもいいよね。突然パワーファイト、パワーキャラに目覚め始めてきては。でも肉体派だったけどさ、確かに。ほんまにランネーちゃんみたいなやつキャラが出てきたらもう。しかもいいよいいよってさ、ダメとは言わないね。ベニファルコン石崎の思考がおかしい。素手で？ミラさん、手怪我しちゃうよ。せめてバールのようなものとか探してくるから。バールのようなものなんて区民会館に常備されてるものなのか？大丈夫、私そんな野暮じゃないし、この建物結構ボロいからいけるいける。納金。確かにな、お前絶対脳みそやっぱおっぱいにいってるだろ全部。ミラー、ミラー、いけいけると思ってる。友達だけはいけると思ってるわ。いくよ。あ、俺がやるんじゃ。そうさ、タップクリックで連打でパンチ。おら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 。燃えたよ、燃えたよ、扉燃えたわ。わあ、わあ、びっくりした。今の声誰？あれ、外から出てきた。で、アッキーじゃん。アッキー、ああ、あなたが秋月さんだね。え、秋月中にいるんじゃなかったの？待て。そりゃ鍵かけるな。そりゃ外に出とったら自分の部屋に鍵はかけるわな。そういうことかい。なんでこんなことになってんの？助けようと思っとったのにストレス発されらねえよか。でもそうそう、いや、ベニファルコン石崎意外とちょいちょいふざけてるよね。冷静に突っ込まれた。秋月が中で閉じ込められてるかと思ったの。アキ、どこ行ってたん？お前の部屋ここだろ。え、あ、それはトイレ行ってたんじゃね。腹痛いって言ってたろ。え、トイレ？何のこと？お前ほんとアドリブダメなのな。え、秋月くん無事でよかった、体調どう？ほら、マイエンジェルがさ言ってきてるんだよ。体調どうだった？あ、はじめまして、私はアリだよ。このタイミングでの挨拶、なんか初めましてって感じしないけどね。え、もしかして僕のこと知ってる？配信見ててくれたり？いや、そうじゃねえだろ。
なんでそういうところだけポジティブなんだよ。そうか、こんな変なところだけポジティブだから空回りするんだろうな。ひとまず秋月さんは無事だし、体調も治ったってことでいいのかな。じゃあ全員集まったことだし、みんなでバッドアップル探そう。なしてパーポローンって言った。なぜミラちゃんのおっぱいが映ってる時にポローンって言った。俺のパソコンまでです。俺のパソコンまでミラちゃんにおーことをエッチな目で見てるわ。な、何？どうかしたの？バッドアップルに会うと何か困ることでもあるのか？おい！いや、そんなこと。それとも、もう会ってるのかしら。やばい。これほんまに秋月イコールバッドアップルな感じがする。もうあれかな？もしかしてさ、これ鍵閉めて出ていとったんでさ、みんなのこと探しに行ってた。反応的にちょっと違うか。今、この場で。わあ！ちょっと待って、図星みたいな感じの。あと、ノエルちゃんが意外と鋭いな。すごい図星みたいな反応してるな、でも。アッキー、バッドアップルに会ったって？え？そう、会った。会ったよ。やばい。これ、ほえって言ってさ、いきなりさ、会ったっていうカミングアウトされるってことは逆に会ってない。イコール、秋月イコールバッドアップルなんじゃない？え？そうなの？うん。さっき、廊下で偶然すれ違ってさ。いや、本当にってなるで、それ。本当だよ。なんかめちゃくちゃでかくて、いかつくて、筋肉ムキムキな人で、マジや。そんな変なキャラクターつけんでええで。嘘だとしたらそんな変なキャラクターつけんでいいと思うだよ。ん？ってことは、バッドアップルって男？顔出ししてるの見たことないから知らないや。確か性別不詳よね。声も中性的だし、アホなんじゃ。うん、たまに首から下や後ろ姿が映ってる時があるけど、細かったような。全然違うな。だとしたら絶対ムキムキじゃないな、これ。背もそんなに大きい感じじゃなかったと思うよ。そう言われてみれば、細くて小顔だった気がするな。いや、それぐらいは、よう見んでも、よう見んでもわかるだろ、そこは、お前。あまりにも人物像に剥離がありすぎる。なんかさ、秋月、さっきから言ってることおかしくない？うん。それに、秋月くんの話し方とか、なんかどこかで聞いたような、もう図星な感じの赤い字で抱えてるからな。え？もしかして、秋月ってバッドアップルじゃね？そう、バッドアップルじゃない？あもう割と俺の中ではさ、秋月バッドアップル説が強かったけどさ、まさかにほんまにそうだったのかな。わ、バレたみたいな感じの反応してる。露骨にバレたっていう反応してるわ。やばい、パート3にしてもうバレたよ、反応。ちじゃあ今まで秋月くんがいなかったのってそういうこと？あら、 V ストリーマーの前世に言及するのってタブーなんじゃないかしら。前世じゃない、まだ現役だから。否定するところはそこなのか。ごめんなさい。魂ね、魂、ソウル。そうかなとは思ってたんだけど、やっぱり秋月さんがバッドアップルさんだったんだね。違う、僕はバッドアップルじゃ。いや、さすがにこれもう無理っしゃ。ここからひっくり返す方法なんて。お呼びですか？え？あれ？